肉体疲労時、元気出そう商品名区会我が社の命運を担っているバタン球のその後区会その後彼は何と言ったのだろうかお使いのいらちは歩き方でわかるえどうも 中立最 j ホームセンターゾリンガモです。まあ今日も山の中にやっていきます。山の中でまあ謎の実験を始めています。えー、で今日の実験ですけど、あのこういう実験のタイトル、えー、外国人が好きな日本語以外使用禁止区会ということです。えー、この間いろいろ実験のタイトルをですねあのしてみたんですけど、これがどうも一番人気があったので、タイトルだけでなんか人気があった。 やってみるといい様子なのでやってみます。あの、まあ、その名前の通り、外国人が好きな日本語以外使用禁止区会ということで、まあ、わかりやすいでしょう。あの、そこまでクレイジーな内容ではないです。多分、まあ、普通に、何ですか、あの、義務教育に悪影響が出るような内容ではなさそうです。まあ、なんとなく、まあ、教育に良さそうな、まあ、実験ですよ。じゃあやっていきましょう。えー、で、外国人が好きな日本語、あの、ネットで調べたらすぐ出てきました。 で、今回これ特にやりたかったのですね。あの、きっかけはですね、YouTube のショート動画を最近見るとですね、あの、謎の,あの中毒ソングが流行ってると。謎の。しかもその外国人に爆上がり、もう大人気と。なんか海外で日本語の曲がすごい流行ってるんだけど、それはですね、あの、普通の歌じゃないですね。あの、普通の歌じゃない。それはその、まあ、多分知ってる人はみんな知ってるかもんな。頑張れ先輩っていうこの謎の日本語の曲が、海外で なんか異常に入ってます。異常に。で、そのポエムも弾くんですけど、まあ、ダンスと歌も面白いんだけど、ポエムがですね、ちょっとクレイジーなんですね、クレイジー、まあ。クレイジーポエムです。これを今日は後でですね、詳しく調べます。ただ、この、頑張ばり先輩のポエムがですね、まあ、ちょっとすごいんですよね、そのカルチャーショックで、今まで聞いたことないようなポエムになっています。で、それは後でお楽しみにしておいて、まあそうですね、このクレイジーなーン見つけました。で、 えー、他にもいっぱいあるぞと。で例えば、ちょっと前注目したのは、この、これも皆さん知ってますかこの、ニッコニッコニーっていうのがですね、これがですね、あの、K、K-POP アイドルの間で、ちょっと2年前ぐらいか、流行ってたみたいですね。あの、2年前ぐらい。あの、ケプラーのメンバーが、これ、やたらこれ言ってたんですよ。あの、ユジンさんとか、イリソとかですね。えー、なぜか。で、それで初めて知りました。で、なんだこれはと思って、やっぱり日本語、なんで日本語が出てくるんだと思ったら、まあ、韓国で、 だいいぶ流行ったみたみ韓国の芸能界で流行った、まあちょ、韓国国内で,で。ちょっとやっぱアニメが強いみたいですね。この、この頑張る先輩もアニメソングみたいです、もともとは。なんだけど、ちょっと日本人の手を離れて、海外で爆発的な人気が出たっていうような、まあ、日本語があると。でそれだけしか、まあ、それ以外を使用禁止ということですね、今日は。それで、まあ、なんか文章を作れっていう話なんですね。で、それ以外の日本語は、まあ、 ざっと見ましょうか、まあ、全部言うと長いからパッと見ですけど、まあ、例えばまあ本当有名なかわいいとかですね今今すごい入ってる、まあ、アニメが広がってるからやっぱその影響ですよね根回しとかこういうことも入ってるらしいですパチンコまあこれも根付いたでカラオケとかもそうですねですき焼きたこ焼き、まあ、天ぷらラーメン寿司うどんと多分これらは食べて美味しかったから入ってるたこ焼きなんか多分キャラがいいからキャラが面白いから 多分流行ってるんでしょうね。そのままの名前で。確かにたこ焼きは、あのー、外国語に変えない方がいい気がしますね。たこ焼きという名前自体が、もう最高ということ。あの見た目でたこ焼きですから。あまりにも見事。ラーメンもそうですね。他の名前にしたら、ちょっとインパクト弱くなる。やっぱりラーメンはちょっとラーメンじゃないとダメ。絶対あの破損じゃなきゃダメでしょ、このラーメン。うん、ラーメンでしょうね。というわけです。で、確かに天ぷらとかも独特の。 なななんとなく日本語の方がいいいかなっていう気もしますねで寿司は多分食べて美味しかったからまあそうですよね多分,多分美味しかったから爆発的な人気になってるんでしょうねうどんもまあこのうどんもですね見た目がひらがなでうどんって書くといかにもうどんっぽいから変えない方がいいでしょう漢字で書くよりもひらがなで、まあ、うどんと書くべきですねという感じですで他にもまあ昔から有名なものがいっぱい歌舞伎とかあの浮世絵とかですね まあ文化ですねこれはまあ俳句とか、まあ、禅とかいろいろあります。まあそれらはまあまあそのままでしょ。そのまま日本人独徳特徳の文化だからまあそれはそのまま訳すと。この武士道とかもそうですね。で当然大人気のこの忍者侍。まあ、この2つはちょっとだった、まあ、2トップでしょうね。このこれは多分千年規模。1000年2000年の歴史を考えるで何千年前から外国人が好きだった日本のイメージっていうかまあでも忍者とかいつから広まったか知らんですけど。 忍者はちょっとフィクションらしいですからね。あの、フィクションの忍者が大人気ということで。まあ、架空のイメージキャラクターですけど、忍者。まあ、侍は、ちゃんとリアルに実際にしてますけど、あの忍者のビジュアルは、まあ、みんなの夢というかですね。まあ、日本人はこうでやってほしいという、まあ、夢ですよね。というわけで、これはまあ、ちょっと、フィクションだけど、最高。まあ、ディズニーみたいなもんです、ね、もう夢、夢がかなったというか。まあ、ちょっと置いていきましょう。で、他にもあると。 台風とか、まあ、ツンデとかかも入っってる、まあ、やっぱアニメ系強いいみたいですね弁当とかこういう意外な言葉もある。味噌汁とかですね。盆栽。まあ盆栽日本人日本文化。で、わびさび。まあそうですね。日本文化直はそうですね。まあ食べ物系も広がる、まあ、これでどういう、まあ、文章を作るか。これからまた帰り道、もやもやしながらまあ考えます。で、まあ歌も作るかという感じですね。 で、最後にこの問題のがんばる先輩の歌詞をあの全解剖すると。まだ出だししか知りませんから。で、全部調べたら、どういうポエムなのか、てどういう詩人なのかを、ま、調べてみましょう。じゃ、ちょっとやってみます。満月って何しとる知らんがな。満月ってなんでおる知らんがな。 安全運転しなさい。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 安全。安全 <laughs> しなさい「眠いというか疲れたというかグレたというか腐ったというかおちょくられ顔」 狭い駐車場、こすりたくないよ。狭い住宅地、こすりたくないよ。狭い森林、こすりたくないよ。狭い知り合いの家、絶対にこすりたくないよ。狭すぎるよ。いやー、今日もひどい音楽が収録されましたね。あの、今のは、バンパーの鳴き声だそうです。バンパーが主人公の、まあ、映画を撮るみたいですね。 まあ今日の区会とは、あの、何の関係もないです。えただ、車を運転したからできたえー、あとせん、洗脳ソングだそうですね。安全運転をしなければいけないという、まあ、洗脳ソング。まあ、これはですね、あの、車を運転してて眠たい時に歌うべき歌なんでしょうね。まあ、でもちょっとひ,ひどいですね、ミュージックとしては。じゃ、とりあえず、あの、セブンイレブンにこれから潜入します。 寿司寿司天ぷら、忍者忍者すき焼き、たこ焼き、もったいなー。カラオケ、空手柔道浮世絵残業盆栽わびさびわびさび。え、じゃようやく本題に入ることになりました。あの、れ頑張れ先輩の、ま、歌詞、何が起きてるのかってことなんですけど、ま、もともとはアニメのネタだったということで、この、 いいいじらななでという、なんかその,そのアニメがあるんですそのアニメが元で,である人がこれを編曲したということらしいです。編曲したら流行ってその編曲の仕方が見事だったということでベマックスさん、その外国人が編曲したところ、まあ、流行したということらしいです。2年前編曲してそれが流行ったと、えー。だから日本人の知らないところで、まあ、ちょっと爆発的に延期されたと。 でも原作もちょっと面白そうですね。ちょっともともとのアニメもちょっと見てみようと思います。ですけどこの編曲。で、その歌詞なんですけど、本当にわずかしかなかったです。あの、まあ確かに外国人でも覚えれるぐらいすごくあの短い歌詞でした。で、言葉がちょっと4種類ぐらいしかないのか。確かにこれだったら1日で覚えられる。えー、じゃあ先輩ですねと。で、これ言ってくださいっていうのか。普通は聞き取れなかったけど、なんかセリフ言ってます。なんとかしてくださいって言ってます。 あと、あははっていう笑い声と、オラここが強烈ですね。オラで、頑張れ先輩と。この繰り返しでした。で、他の難しい日本語は一切ないと。確かに覚えやすいと。で、なぜか異常な中毒性ということです。とにかく中毒。とにかく中毒性の塊ですね。あの、厳選された言葉で。で、まあ、とにかく繰り返されてるのは、この頑張れ先輩はとにかく一番繰り返すけど、 まあこれはもう答えでしょうから答えですねこの、まあ、完全にもう完結してる答え完結というイメージですねで今日の話があのこっから自由リサイクルをやっていくわけですねこのなんだこのリズムはっていうふうなんですねあのちょっとカルチャーショックでしたから今まで出会ったことがない、まあ、自由なリズムでしたえー、でこれ外国人が編曲したってとこもちょっと大きい気がしますね 日本人だったらもうちょっとですね、もうちょっと普通の日本語で、っていうか日本のアニメっぽく多分、何ですか、歌詞も選んでたんじゃないかと思います。でもこの編曲の仕方が、まあ、外人が作ってるから、なおさらちょっとですね、あのぶっ飛んでますね、センスが。そう、だからちょっと衝撃でした。あのこの笑い声の入れ方もうまいですね。このアハハっていうとことで、オラーと。まあ、原作もちょっと見てないからなんとも言えないですけど、まあ、見事ですよ。この なんですかこのアニメの設定だとなんかこの後輩におちょくられてるっていう設定のアニメらしいんですけど、まあ、その世界観は私には崩してないです多分原作好きなんでしょうこの人はえー、だけどこれがじゃあ先輩ですねあははオラーと、まあ、基本的には怖くないです怖くないんだけど、まあ、オラーって言ってくださいなんですかねこのモテは遊ばれてる感ですねまあその世界観なんですけどじゃあ先輩ですねあははオラー 頑張れ先輩頑張れ頑張れ先輩。ここは2回行った方がいいでしょう。これを国にするとしたら、じゃあ先輩ですね。あはは。おら、頑張れ頑張れ先輩。うん、これを、もし、区会でま、またこれ知らないで、トークされたらですね、やっぱちょっと面食らうと思ですね、とにかくびっくりします。あの、どういうことなんだと このやっぱこの、やっぱすごいメトロですね、この、パーツは4個にしましょうか。このリズムは、どれ一つ、あのー、無駄な要素がないと思いますね。まあ、じゃあ先輩ですので行ってきて、あははと笑われて、笑われて、おらとこう,思う、もう完全に元がそばれています。元がそばれた上で、最後は頑張れ頑張れ先輩って言われてしまうと。先輩なんだけど、もう遊ばれてしまってると。 まあ、おもちゃ扱いということ。えー、でもこれにさらにすごいのはやっぱこの、ダンスと曲が加わりますから、この、曲とダンス、これは、あの、覚えやすい、ダンスも曲も確かに、なんですか、キャッチーな振り付けでゃなね、キャッチーな。あの、難しいダ,ダンスじゃないです。あの、コードのアモフとは一切なくて、一日で覚えられるようなダンスと曲なんですけど、 あそれがまたいいですね。だから爆発的にみんな真似したくなる。まあすごいです。あの、ちょっとやっぱ原作を調べるべき感さんですね。原作が多分、日本のアニメだから、何ですかね。多分、ある程度はその、日本の常識に沿ったものが多分出てくると思うんです。まあ多分、まあでもちょっと、ちょアニメも見てみますね。でも、やっぱ一番強烈なのはこれでしょうね。じゃあ先輩ですね。はは。 ほら、頑張れ頑張れ先輩。うん。で、この4つ、どれが好きかって言われると、ちょっとですね、あのー、ど、あのー、迷う、迷いますね。多分、好みが分かれる。でも、どこを撮ってみても、まあ、ちょっと面白いですよ。とにかく面白い。まあ、最初に、じゃあ先輩ですねと。この登場シーンがいいですね。あのー、なんか、 こう、一応、下手に出てくれてるんだけど、なんか、おかしいと。向こうはちょっとふざけてる感が出てで、もう笑われてしまうんですね。これ、じゃあ先輩ですね。あはこの、この笑い声の時点でもう、気持ちはですね、持ってかれますよ。どういうことってなっちゃうんですね。この、あれどういう扱いなんだろうってなるんですね。で、オラーで。で、これは基本あの、かわいい、 設定になってででやられるんですねで最後まあ頑張れ頑張れ先輩励まされてしまうということなんですねえーまあ、何回でも繰り返しましょうこのとにかく中毒性の塊ですあので基本的にはこれされて嬉しいかって言われるとまあ嬉しいところがまた問題ですねあの完全にもてはばせばれたんだけど嬉しいかって言われると嬉しいということでまあどうしようかなっていうわ,わけですねで こっちは何をすればいいのかっていう話なんですね。で、レンクが難しいです。あの、レンクが難しい。これがまた面白いです。あの、これを区会で出されたら、もう一方的に完全に遊ばれたと。えー、じゃあ、こっちはどう返せばいいんだと。そんな感じですね。あの、かといって、あの、暴力的な遊ばれ方じゃないです。あの、完全に精神的にもて遊ばれたということです。あの、 まあ、おもちゃ、おもちゃですね、おもちゃ。自分がおもちゃだったとしたら、んじゃあどうすりゃいいかなっていう、返答が難しい。まあ、そこが多分ですね、今日の句会の醍醐味だと思うんですよ。えー、で、これ外国人が大好きらしいから。まあ、これ、この日本語大好きらしいですね、あの、外人。めちゃくちゃ好きみたいです。あの、まあ、確かに日本人が見ても好きなんだけど、外人も大好きな日本語になってしまったので、えー まあ、この笑い声は多分外国人も同じなんだろうと。このオラーとかは多分日本語なんでしょうかね、特特な。このオラーっていうのは、なんかそれも多分受けてるんでしょうね。あの、そういう声でこう、こうなんですか、こっちに押してくると。で最後、頑張れ頑張れ先輩と励まされると。励まされるんだけど遊ばれてるということですね。で、それを、なんでしょうかね、まあ、とにかく、 カルチャーショックですよ、カルチャーショック。あの、だからこれは、まあ日本と外国人のコラボっていうところはですね、またすごいと思うんですよ。あの、ある意味、あの、地球肥後の歌です、これは。確かに日本人だけではこの、何ですか、曲は、この曲の雰囲気は出せないと思うんですね。で、外人が好きな日本語を選んできてるというのも多分強いと思うんですよ。まあ原作ありきだけど、外国人がまた返却したから、 外人が好きな日本語を集結させたと。で、その異常な中毒性ということで。やっぱこれ奥が深いです。あの、まあ、GCFTV でとりあえず受けるべき、あの、まあ、今日はかいですね。だからこれに連呼するっていうのはすごい難しい。同じレベルで連呼、あのへ、返答せよと言われたら、大変難しい。返事はなんて言うかですね。おもちゃではございませんと。まあ 普通に返せばこうでしょう。重ではございません。えー、なんでしょうかね。返品不可とかですね。まあ、そんな返ししかないかもしれない。でもこれじゃあちょっと全然負けてます。圧倒的にこっちの文章が強いですから、本気でこれ戦えようと思ったらやっぱすごいですよ。このラップバトルみたいなもんですよ。こんなすごい文章が出されたら、波の文章じゃないですね。もうインパクトを貸すみたいなもんですよ、もう本当に。 うん頑張り先輩はとにかく多分最強のポエムだと思うんですね。ぶっ飛んでるというかなんというか、まあぶっ飛んでる系でしょうね。このセンスがぶっ飛んでると言われたら、まあ、勝てないですよ。あの、お前のセンスは大したことないってもう、もうかすみたいな巻き方しますね。え、ちょっと今日の不会に関してはあの乾杯のような気がします。しかも外国人が組み立てた日本語であの乾杯したということで、まあ、それが面白いですよね。あの ままでも、まあ、ちょっと原作見ますけどそれでもやっぱりこの,この組み立て方やっぱ外人が作ってくれたなっていう気もしますねえー、じゃあ今日の会話は一応終わりましょうかあのやっぱこれは違ったでこのデマックスさんの他の作品も見たんですけどやっぱ曲の編曲の仕方がうまいみたいですね音楽性が優れているとまあそういう方でしたえー、さっきのに戻ると何ですか じゃあ頑張れ頑張れ先輩を味わった後にまたここに戻ってきました。えやっぱこの、まあ、韓国で流行ったらしいあのニッコニッコニーという、まあ、これもアニメのキャラの決め台りふということで、まあ、いろんなキャラの決め台りふがあるけどこれが選ばれたらしいですね。まあ、確かに発音がもう文字で書いてるわけでもおもし面白いですから、まあ、これ言われたらどう返すかっていうことですね。まあ、今日の会ちょっとやってみましょうか。まあ区会で投獄されたとこれをニッコニッコニーって言われてしまったら ま、どうしますかって話ですね。お前勝てるかって言われて。いや、ちょっと大変です。あの、勝ち目ない気がします。あの、そうですね。ニッコニッコニーって言われたら、どう返すかですね。ニッコニッコニーって言われたら、どう返すか。うん。いや、本当に難しいです。 うーん。振り向き詐欺とかですね。こんな感じでしかね。なんとなくそんな世界観が浮かんできました。振り向き詐欺。まあ、詐欺っていうといいますね。えー、これは、あまりにも魅惑的だからですね。魅惑的。つまりは、こう言われたらですね。 まあみんな魅了されるわけですね。魅惑的。あのー、クジャクみたいなもんですよ。こんなん見たらですね、みんな振り向くと思うんですね。こんなんニコニコニーって言われて、あのポーズされたら。だから振り向き詐欺です。あのー、振り向いたら負けということで、向こうはそれを狙ってきてるから。えー、まあ、詐欺師というのは魅力的な奴らららしいですから。だから実は騙されてしまっているということですね。これをされたら、もう向こうの手の内に、 あ、転がされると。まあ、そういうことです。さっきの頑張れ先輩の方は詐欺っていうよりもちょっと違うかな。うんち。ちょっとだけ違う気がしますね。この、ニコニコニーと、この頑張れ頑張れ先輩の、まあ、何が違うかですね。まあ、それを見比べると今日は面白いかもしれないです。ニコニコニーはもう、騙されてしまった。頑張れ先輩は、どうでしょうかね。まあ、おもちゃだから、 運命共同体のような気がしますね、まあ、向こうも遊んできてるしこっちも遊ばれてしまって、まあ、お互い嬉しかったかなっていう気がしますニッコニッコにはもうちょっととり状態ですからもうちょっとハマったら負けというかそうですね敗北というかもうそんな感じですよその違いがどうなのか難しいですでもこれもま追求すべきでしょうね、えー、あとは他の日本語をもう一回振り返りましょうかうん やっぱ食べ物が多あとうこういう「もったいない」というのは、まあ、日本人特有の美徳みたいですからあの日本人は常識だけど日本の常識は外人からしたらかっこいいみたいですねあの、まあ、そういうところでも「まあ、もったいない」というのは強いみたいですじゃあもう一応今日はこれで終わりましょうか多分予想ですけど、まあ、これでこのシリーズはですね多分続編があると。 ただとりあえずですね、まあ、外国で流行ってる日本語を調べるわけです。そうしたら、日光日光にで頑張る先輩が現れました。で、さらにヤバい奴らが出てくると。他にも、異常な中毒性を持った日本語が多分、暴れてるはずなんですね。海外で。まあ、それを今後も追っていきましょう。このシリーズは多分いきます。えー、じゃあ、今日は以上、これで終わります、えー。外国人が好きな日本語以外、使用禁止不快でした。まあ、強烈なキャラクターが登場しました。 今後もこのシリーズは続きます。とりあえずあの原作アニメをあ調べようと思います。じゃあこれで今日の会話を終わります。ニッコニッコニーと外人に言われたら我々に勝ち目はない。えー、一番最後にフラッシュバックしたのはあの頑張れ頑張れ先輩のダンスですね。あのじゃあ先輩ですねとこう。 下から目線で見てくるけどそこからアハハ「あはは」とこう手で口を押さえるそして「オラ」とこう手を押すとそして最後「頑張れ頑張れ先輩」と踊るとあのダンスの振り付けはもう一回見ただけですぐ覚えられるんだけど、まあ、すごい中毒性ですねやっぱすごい見力,力だと他のダンスの振り付け とは一線をるこの覚えやすいダンスの中では多分最強のプリだと思いますね。あのニッコニッコニーにしてもやっぱ覚えやすい振り付けと。多分一回見ただけで覚えられるような振り付けですごい中毒性で、まあすごいとしか言いようがないですね。うん。やっぱそういうものをなんか目指さないといけないから。それがなんか自立自在区にくっつかないかなと思ってますね。1回見ただけで強烈に 覚えれて、まあ、とと。にかくく真似したくなるとそれが何だって言われるともう魅力そのものでしかないという感じですね。魅力そのものでしかないダンス現る。あこれでいくでしょう。じゃあ最後国まとめました。魅力そのものでしかないダンス現る。